通常型強小型夜間視認性向上装置、または夜間視認性補助装置とは、西日本旅客鉄道及び相模鉄道が駅に設置した車掌が旅客の乗降を終え、列車に接近しすぎていないことを確認するための設備である。通称 TCPAC。JR 西日本では2005年4月25日に発生した JR 福知山線脱線事故を機に、 安全性を向上させる意見や提案があり、その中で夜間での客扱い中に車掌がいる最高尾から最前部付近の乗降が確認しづらい状況下でドアを閉鎖することにより旅客がドアに挟まれる事象が発生していたことからこの装置が採用された。相模鉄道では2003年度に日本鉄道運転協会が主催する運転業務研究会で発表され、 鉄道局長賞を受賞している。装置は LED を黒いボードに埋め込んだ通常型と通常型の約4分の1の大きさの強小型の2種類がある。どちらも光源の LED は白色一色となっている。上空している旅客がドア付近にいることによって装置からの光源が遮られ、車掌に旅客がいることがわかる仕組みになっており、相模鉄道では列車到着時に 自動的に点灯する。ありがとうございます。